クイーンズ大学はカナダ・オンタリオ州キングストン市に本部を置くカナダの公立大学である。1841年に設置されたカナダ中部における名門の大学である。大学評価の世界的指標の一つであるクアク・アレリ・シモンズによる QS 世界大学ランキング2021における総合評点の世界順位は246位であった。上海ランキングカンサルティーシーの 世界大学学術ランキングによると2018年度総合201から300位である。さらにカナダ専門の大学ランキングを公表している。マクレインズは2021年に最新のメディカルドクタール大学ランキングを公開し、クイーンズの順位はカナダ国内5位であった。高窓の宮のりひと新能が青年期に留学した。スコットランド教会は ビクトリア女王の直教を受け、1841年10月16日にオンタリオ州キングストンにクイーンズ大学を設立した。これはカナダの国家成立の26年前である。最初の授業は1842年3月7日に教授2人と学生13人で行われた。学位を授与する大学としてカナダ植民地で初めての教育機関となり、また、 大西洋岸異性の州で初めて女性の入学を認め、さらには学生自治会の創設を認めた大学となった。1883年にはクイーンズ大学と提携する形で女子医学校が創設され、1888年にクイーンズ大学が補修課程を実施した。クイーンズ大学は創設当初、教育上の自由、権威、 モラルと責任を重視するスコットランドの伝統的な教育を進めるため、エジンバラ大学をモデルとした。クイーンズ大学には、約14,500人の全日制学部生及び、約3,500人の大学院生、その他の学生約4,500人が登録されている。下記の学部、学科で構成されている。石灰岩のゴシック、ネオゴシック様式の美しいキャンパスを持つ。 オンタリオ湖沿岸にあり、湖畔の公園は学生のリラックスの場所。ダウンタウンから徒歩10分。キングストンキャンパスの他に、イギリスイーストサセックス州、ハーストモンソー城に国際研究センターが1995年に卒業生のアルフレッド・ベイバーにより寄贈され、創設された。また、本校は高窓宮の,のリ親王が青年期に留学した大学でもあり、 大学一の大きさのスタッファー図書館の2階の一室には、彼を記念して、国際交流基金によって寄贈された、高窓の宮記念文庫のプラークが飾られている。https w w w q u e e n s u s a l a s h a b o u t q u i c k f a c t s ありがとうございます。